から釣ってくれるんですか、むしろ。もうさ、じゃあさ、いいじゃん、釣り船に乗って行きたいじゃん。今釣れてる情報でまた来です。あれ？あいつどこ行った？体調不良で早退して明日行けなくなりましたと。ここで急遽欠席になったマエシーの代わりに助っ人としてワイチンさんと藤田ネギスケが高田家まで駆けつけてくれました。やっぱなかなかバスって釣れないっすよね。なかなかそう簡単に釣れないよね。釣れた釣れた。あ、釣れてた。やった。あ、びっくりした。うお、 So fucking what?じゃあ小田を探してズルズル引っ張って、浅い浅いというかスロープがなだらか。ベイトすげえな。でもこの辺からはなんか階段になってストンと落ちてる風だね。もう一本先に手すりがあるから、まあ、でもこういう欄干のこの切れてるところ通してみて小田探すとかね。お、見てほら、糸。ほんとだ。今その柱沿いにいたわ。あ、しかも何この子、別の針がついてる。ほんとだ、かわいそう。救助成功。もうい。で、惜しいね。いるんじゃないですか。足なくなってない。足なくなってないってことはギルじゃないくてバスの可能性高いよ。足なくなってないってどういうこと。足ついてんじゃん。ギルだとそれ持ってっちゃう。この人のね。そう。ちなみに俺の方は何もないよ、俺。ある？じゃあ沈み虫チャンスじゃないの？俺なんかここで光太郎か匠ちゃんが釣ってんの見たことあるんだよな。すごいね。めっちゃストックすんの。切る？多分落ちた虫。うん。まあ当たりは出てんだったら、まあやってることは間違ってねえんだよ。それがたとえギルだろうと。マジ、もう。ちょっと辛くなってきた。もう終わりでよくね。最初朝だけだよ、楽しかったの。バス釣り卒業か。カワハギ一択。無視されてる。めっちゃ無視されてる。私ね、こんな遠くまでキャストの練習しに来たのかしら。最初のポイントが一番良かったんじゃないかな。うん、あそこでみんなで命かけて子供探るしかない。カーってやればいい。足長いもんで。
はい、ということで、高滝から車で15分ぐらい走ってアリランラーメンさん、ちょっと前から気になってたんですけど来てみました。はい、ではここからは、ナレーションで失礼いたします。こちらアリランラーメンと言いまして、千葉県の長南町にございます、八兵衛さんというラーメン屋さんのラーメンになります。千葉の三大ラーメンとありまして、かの有名な勝浦担々麺、そして竹岡式ラーメン、そしてその3つ目としてこちらのアリランラーメンというラーメンが君臨しているということでございます。まあ、どんなラーメンかということなんですけれども、まあ、豚肉、ニンニク、ニラ、そして玉ねぎ、この玉ねぎがねポイントになってるんですけれども、玉ねぎをベースというふうにお店も歌っているぐらい玉ねぎをねいっぱい使った、ピリ辛風のラーメンです。で、ね、ものすごいスタミナがつきそうなお味でして、ライスとかもバリクソ合うような感じのね、そんなラーメンでした。ちょっとね行った時はライスなかったんですけど、普段のレギュラーメニューになっているのか、ここのところはちょっと私の調査不足でございまして分かりません。もしね知ってる方いらっしゃいましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。それではごちそうさまでした。これから釣れる方法を言うから復唱して声に出して。はい、はい、じゃないんだよ。いやいや、一つ簡単に釣れると思うなよ。簡単に釣れると思うなよ。二つ諦めなければ釣れる。諦めが肝心。いやもうダメだこいつら。つかくなってる？そんなことねえだろ。え？いやでもなんかちょっと詰まってますよ。ちょっとそういう気はする。水増えてる？水めっちゃ増えてる。でもほらワカサギいるよ。あ、本当だ。ね。めっちゃ泳いでるじゃん。うん。はい、復習。ここは手前に小田があって奥にあんまり小田がない。お、ほら。当たった？あ、そういうこと？当たった？あ。そういうこと？当たった。ドラグ緩い。やばい。ドラグが緩い。やばいやばい。やばいやばい。巻かれてるぞ。ほら、言っただろ？うしゃい！おい、シワイチンと。でこ。40ピー。This is Bramでかくね。いいバス。This is Bram。 うーとかぶっちゃってる。Bram Fish。 すごい。いいサイズ。ね？うるさいよ。迷惑。45とか。45あるこれ。ないんじゃない。40？ さあ。よいしょ、いっちゃいましょう。すごい、はい、いきますよ。あ、40ぴったしかな。ちょっと反り返ってます。あ、足りない。あ、ギリ足りない。39。あ、40いった。いや、40いってますよこれ。あ、もうちょっとこれ、あの、うん、40いってますね。うん、いってる。ぴったぴったよし、あ、いった。よし、ほら釣れた。おお、びっくりした。よしよし、俺の役はこれで終わりですね。マジか。網とメジャー。網とメジャー。網とメジャーがかい。しかも誰もさ、動画回してくんないの。ん？ここでしか撮れてないよ。いや、しょうがないですよ、俺網持ちましょう。そうだよね。そっち回ってた。回ってない。出た。電源入んない。はあ、疲れちゃう。久しぶりにドラグ超バカ。あぶねあぶね。ドラグの設定大事だよ。ね、それ下入られたらもうちょっとやばかった。うん、二つ諦めない心。これよ。60アップ。それ
でかく出すぎじゃない。雰囲気だもん、あっちの二人ね、当たりもない午後終わろね、終わろ、もう疲れちゃったもん、眠いよね。なんだろうこの空気。藤田ねぎすけさん、今日どうでした？最初は普通にして、すいません、凹みすぎて声のトーンが小さすぎて全然聞こえない。沈み虫で、それはほぼ当たりですよね。ほぼ当たりよ、一回だけ、はい、一回だけできたんでよかった。よかった。まあ、その後は手がかりばっかりです。マスコさんどうですか？高田彦。マジ本当に全ては誰かの責任ですよね。本当そう思いますよ。体調不良になった某誰かのせいだと。釣具店の店員さんですよ。彼のガイドなしには釣れなかったと。あれ、ワイチンさん珍しいんじゃないですか、坊主ほげましたね。今日は沈み虫を高滝に沈めに来たんです。今日はね、もうすべて8匹きれいに沈めきりました。あ、本当に、はい、ありがとうございます。楽しかった、楽しかった。もう眠いで帰りましょう。帰りますか。じゃあ、とりあえずバスコさんもネギスケも、おかっぱれ初バスゲットならずということで、はい、じゃあ前島くんに激辛ペヤング持ってきましょう。ね、食ってもらいましょう。はい、じゃあお疲れでした。ちょっとすげえ元気ねえな。元気ねえなこいつら。はい、ということでお疲れ様でした。キロでございます。今日は散々でしたね。散々。スピニングロッドのヒップは折れる。ありえない。そしてバラし、いやバラすというか、せっかく貴重な当たりをあとかわけわかんないこと言って外し、そしてまさかの坊主に終わると。前し見てる？ちょっと来月リスケして、ちょっと梅雨時期入っちゃうけど、またぜひ僕たちをガイドしてください。お願いします。はい、ということで、まあ釣果としては一応ね、なんか僕だけ今日は美味しい思いさせてもらいました。まあやっぱり諦めない心ね、教え、ちゃんと諦めない心を教えた直後に一投目で釣るってすごいでしょ、持ってるでしょ、やっぱり。そう、はい、でも釣らせてやろうとしているのに、一投目で自分が美味しいとこに入れるっていう、本当なんか違うよ。そうね、違う。美味しいところに、いや別に挿入つもりはなかったよ。ただなんとなくそこにポイって、ただそこに桟橋があったからポイって投げただけで、そしたらたまたまクンクン。いやらしい。しょうがない。というわけで、まだバシコさんのガッパリフィッシュ初バスは先送りになってしまいました。よかったら誰か初心者でも女性でも子供でも簡単にラージマウスバスの釣れる場所を知ってる方、ぜひツイッターかインスタかなんかで DM かなんかで教えてください。ちょっとその考えはせこいけどね。はい、というわけで、今回は、これで終了となります。あ、このチャンネルがね、面白い、楽しかった、ためになると思った方はぜひ、チャンネル登録、グッドボタンで応援の方よろしくお願いします。はい、それでは次回またどこかの釣り場でお会いしましょう。本日もどうもありがとうございました。ウィーありがとう、バイバイ。